スプーン。はい、始まりましたセブンデイズトゥーダイの時間でございます。イエー。さあ今回もやってまいりましょう。私が FB するセブンです。そして7回死んだ男キックマーク2です。ハルマホットです。ネオです。とうとう79日目の報道やっていきましょう。さあというわけでやってまいりました。あと少しで49日、49日目です。来たー。はい。まあ、とりあえず、拠点の方は多分。まあ、とりあえず、今回も大丈夫だと思います。大丈夫ですか。そう、アロマが前日に、ジョバンニが前日にやってくれたから。またジョバンニ現れちゃった？まあ、そうですね。まあ、そうですね。まあ、そうですねって。じゃあ、15時ぐらいまで自由にしても大丈夫ですか？まあ、遊んでて大丈夫かな、とりあえず。暗くなる前に帰ってきなさいよ、ちゃんと。門限何時？門限は9時かな。9時までいいの？ギリギリまで遊んでられるの。まあでもやることないからな、別に。正直。でもね、帰ってきてアイテム整理して弾持ってってなったら多分絶対時間ないから。さあ、それを含めての門限じゃん。ある程度整えておけばいいってことじゃないですか？ああ、そうだね。あとちょっと、今後、缶詰持って帰ってきてくれ。見つけたらいろいろ。確かに、缶詰から、そう、いろいろ作れるもんあるから。ああ、そうなの。じゃあ缶詰食わない方がいいね、したらね。缶詰食いまくってたけど。俺も食いまくってた。肉、焼肉作ってくんね、そしたら。焼肉、お前、このシェパーズパイをお前、まず食え、それを。シェパーズパイどこにある？シェパーズパイやばっ！かまどに入ってるから。シェパーズパイ超やべえんだけど。うわぁめっちゃびっくりしてる。いや、これビビるわ。シェパーズパイやばすぎるだろ。むしろこれオーバーキルだよ、これ。これやばいね。それ食ったら腹が破裂するからね。マジかよ。これやばい。やばすぎるでしょ。マジシェパーズ。マジシェパーズだわ。シェパーズパイ1個しかない。シェパーズパイ、まあ今作ってるから。だって俺がさっき3個持ってったから。3個持ってったらもう腹、腹爆発するよ。お前セールの第二形態みたいになるぞ。自爆前の。地面に置いてほしくないな、料理をな。ほら、って。ロケランも使えるの？まあ、使おうと思えば使えるね。ちょっと試し打ち感覚だけど、まあちょっとね、見てみたいよね、やっぱ。そうだね、どんぐらいだから、ね、環境破壊するのかもちょっと確かめておきたい。環境破壊系カードやっぱ禁止になっちゃうから。そうだね。エオはよくカードゲームして子供を泣かせてるらしい。マジかよ。どんな感じで泣かせんの？まあぶん殴る。カードゲーム関係ねえな。負けた腹いせにぶん殴る。負けちゃうんだ、やっぱり。ひどすぎる。よし、朝だ。速攻でクエストする。速攻でクエスを殺してみる。怖え。かわいそう、クエスが。マジかよ。お前にやれるのか。ああ、まあ。やれちゃうんだ。ああ、まあ、こんな簡単な感じでやれちゃうんだ、クエスを。まあ、あのクエスをそんな、アルパをそんな簡単に殴り殺しにできるってこと？反応もないようだし。まあ、そういうことで。じゃあ、ということで。ということで。それで、うん。そういうことなんだよな。破砕ロケットと、榴弾があるけど、これ何の違い？威力が違うんじゃない？破砕の方がダメージは高いね。あ、てか書いてるわ。なるほどな。わかったわかったわかった。書いてる書いてる。あのね、榴弾の方はブロックダメージが高いんだ。はいはいはい。で、破砕の方はブロックダメージは全然ない。だから破砕がいいね。なあ、しかもダメージも高い。鹿を5匹狩る。誤解しねばいいんじゃないの？俺じゃねえ。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 間違えるな、俺じゃねえ。俺じゃねえ。ゾンビでも一掃しちゃうかな。予告し始めた。
怖ぁ。ティア5のゾンビいそう。マジ、シェパーズパイのさあ、食い時がわかんないんだけど、うん、どんだけ腹すかした時に食えばいいんだろうな。確かに。あれ、どこだ次。次は絶望の淵だよー。楽しそう。えおよ、なんでノーハコントロールできるのにバカにする？鉄仮面のことを。急に、急に言われても。いやでも良くないよ、やっぱ手足も使わずコントロールできるんだ。すごいじゃん。バカにするんだよ。すごいんだよ。すごいと思ってるかな。いや思ってるよ、手足でコントロールできるでしょ。手足でコントロールできる。違う手足を使わずコントロールだっつの。今バカにしてたね。バカにしてた。今バカにしてた。すげえ。やば、意外と時間ねえ。え、まさかティア5受けたの？そうだよ。あ、それはアホだ。一人で？それは無理だよ、一人で。それは無理だよ。いや、また甘く見てるやついた。朝一で来たから。ファクトリー、マンションとかホスピタルだったらいける。マンション。あ、マンションならいけるわ。わあ、もうどっから行けばいいかわかんねえ。お前、ティア5なんでどこ行けばいいかわかんないようで。そうだね。できませんよ。それは良くないね。せめてそれは3人で行くレベルだね。いや、マンションだって。穴開きすぎて、通路がわかんなくなっちゃった。ショットガンでそんな穴開く？開くよ。普通、木だったら速攻穴開くじゃん。あと、下で貞子めっちゃ泣きまくってるから、なんか下にゾンビめっちゃいる気がする。それやばいね。ビビってる？やばいやばい。エオやばい、エオやばい、エオやばい、イエーイ、イエイエイエイ。煽ってるね。エオやばい。落ちた。エオやばい。めんどくさ。言われてるぞ。言われたな今。あーめんどくさい、あーめんどくさい、これあーめんどくさい。あーすごいすごい、煽ってる煽ってる。はい、はい、いけた。煽りの達人かよ。さあ、とうとう報道の時間でございます。まあ勝ったってところだよね。ついに50日目ですからね。これ何日まであんの？いや無限にあるんだね。無限、無限、無限コンボ、うん、インフィニティか。やば、もう無理だ。あとどっか見逃して倒しきれなかったわ。あるある。え、クレイできなかったの？そうです。嬉しそう。受けるんですけど、調子こいてて受けるんですけど、ロロ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 。こっちにいるっぽいな。あ、ここで終わりかも。あ、あ、おらおらおら、誰か邪魔しに行け。阻止するんだ、あいつを。どうだ、これで終わらない戦いが今始まった。上だー、上にいる。チキショー、もうダメだ、やめた、帰る。あれ、2時か、きつい。あ、あいつやべえぞ。いや戻っては来れるけど、全然、むしろ今もう戻ってる。ベストコンディションにはならないってことですか？そりゃドイヒーだね。みんなお前、今回のお前には期待してたよ。わからんけど。わかんないんだ。いや、これ弾取って戻るかな。わかったじゃん、弾持ってくからある程度な。いや今もう来てんだけど。ああ、でも持ってける持ってける、持ってってやろう。あと7分。よし、早く来ないと。イエー、ブレッ、あ、ブロック取りますよ。よし、ロケット弾
よし、じゃあ始まります。来た来た。さあ、あ、こっちの何スコでいくかな。さあ、ポン、よし、オッケーオッケー。あ、来てる来てる。どっちから？左、まず左前かな。左前来てるね。よし、左集中的に。デモリッシャー気をつけるように。おーい、正面は任せろ。オッケー。正面ヤバくなったら言って。じゃあアルマ任せるわ。うん、やっぱ、左斜めの方向から来てる。襲撃、うん、オッケー、デモリッシャー、デモリッシャー確認したらすぐ行ってくれ。おーい、オッケー、ロボット砲台まだ大丈夫。いやけどこの長さでもちゃんと正面から来てくれることが分かった。オッケー、この長さでちょうどいいかもしれん。全然俺が見てるとこいねえや。あーね、やっぱ、依然左前から来てます。左前って言い方頭がないな。なんかいい言い方ない。これね、まあ、NE の方向だね。 NE 11時の方向だね。いいね、11時の方向。いや、高の目の方向だね。鷹の目段。あ、すごい、ブレードトラップがちゃんと頭を切り落としてくれる。おー、いいね、かっこいい。たまにショットガンも使っちゃおう。当たんないね。あお、3だけやめてね、3だけやめてね。イエスイエス、やめられない、3だけやめてね。3がすごいよ、ガキ、3がすごいよ。デモリッション1匹も来ないぞ、まだ来ない、ね、まだ出番じゃないんじゃない。まだ出し惜しみしてんじゃない。そういうこと。まあ多分今回からもう朝まで来るでしょ、さすがに。前回3時半まで来たから持久戦になるぞ。なるほどね、弾は無制限に使っていいというか。いや、いいけど別に。そのための弾だし。まあ、そのための右手、何も間違っちゃいないんだけど、言ってることはね。そう、でもキックはね、腹立つことにね、全く違うところにたまに打ってるパターン。いや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 。そういえばキックにデモリッションと警官間違ってたっぽいよ。ああ、知ってる。あ、左手前デモリッション、左手前、多分今正面に登ってくる。よろしくお願いします。はい、あ、大丈夫、そんな AO 突っ込むなって。俺は正直知ってたよ、その時ですら分かってたわ。 あ、そう、俺は分かんなかった。全然なんか来るぞって言ってても、あ、来ねえなと思ってた。もう倒したのかなと。そう、警察官と間違ってんだろうなと思ったけど、そこは優しさだろお前。そうだよ。確かにお前ちょっと優しさが足りない。いや、なんか一応なんか教えといた方が良くないと思って。今正面正しいデモリッション見たことないんだから分かんない。正面兵は今、はい、正面兵は、はい。でも俺が許せないのはキックンが10発ぐらい撃って全発外してる時はちょっと腹立つなと思う。どこ抽出されたのはえぐいと思う。いや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 、抽出とかじゃなくてやっぱ単純なエイム力が。クロスエアちゃんと見ろよ。連発したら広がるからな。全く当たってない時あると本当に。まあそれも昔の時代の話だから。あ、本当に今は違う。今は違う。今はもう 2,3 発打ったらすぐ離してますから。あ、なるほどね。ちゃんとバースト打ちもしてると。そういうこと。ブレードトラップ仕事しすぎだわ。いいね。いやでもブレードトラップちゃんは壊れちゃうから。マジ
最強。あーやべえ、あ右からめっちゃ来た。今度右だ。うわ右、いっぱい来た、いっぱい来た。今の絶対うまかった。いけ、うん、なんだ。あこんなとこにスパイディ。オッケー。いやーほんと右に移ったね。あ、ほんと右、オッケーオッケーオッケー。でも右はあのロボット砲台ちゃん頑張ってる。今のうちにロボット砲台の弾を見てみよう。うん、マンダム。キックそれロボット砲台レベル何ぼ？これ5。やっぱあれだね、あのスキル持ってるか持ってないかだいぶ違うわ。もう連射力がまるで違う。あ、そうだ。ああ、キックのロボット砲台バンバンバンぐらい。俺バン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 ぐらいって。軽く軽くね。だからああ、やっぱ余裕があるなら上げた方がいい、ね。でもキックは知能が足りないから。バルグを上げればいいか。バルグじゃないよ、これは。バルグじゃない。知能が足りない。バルグじゃなかったら何なの。うわ、いやいや、あの、ステータスの話な。俺とかアロはさ、上げてるからすぐ上げれる。そうだね。もはや悪口だ、うん、まあ。知能しかない。俺らは知能しかないけど。そうそうそう、まあ、知能なんていらねえの。拳さえあればいい。拳さえ、この拳で語るで。キックはロボット砲台力つけ。え、弾切れ。今俺さっきリロードしたばっかだぞ。あれ、じゃあこれ誰。いやでも力つけ。え、俺のこっちだぞ。ああ、え、これ誰。俺今回そういえば置いてないかも。ああなるほど、それが動いてないの。手前のロボットスレッジは動いてないよ。ほら準備不足もいいとこだぞよ。確かにロボットスレッジ来る前に死んでんだよねみんな。あ、そうなんだ。たどり着かないロボットスレッジ。へえ、まあ、手前のブレードトラップが仕事するし、俺らも手前で撃ち殺してるし。なるほどね。すげえ。いやー全然いけるぞ。てかマジでデモリッシャー来ない。どうした、ね、一回難易度下がった。な、下がったかもしれんね。キックが死ぬから。死ぬし殺されるしだから。俺死ねなくない。殺す方になったからね。キリングマシーンになったそういえば俺。ステータスの画面でキル数1になるんですよ。そのキルとは一体。いやーサブマシンガンもあれだな、レベル上がったらだいぶなんか弾がまっすぐ飛ぶようになってるけど。いやさすがに遠いと当たんないな。当たんないな、当たんないな。さあ1時残り3時間ぐらい頑張りましょう。まだ先は長いぞ。あー右からやんだな。場所変わるかも。3上目か。あー NW の方向。やばい、ロボット砲台が若干壊れかけ。いてぇ、なんだ、早い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 。キック修理キット持ってきてる。持ってきてるよ。うわぁやべぇ、バッテリー壊された。ちょうどいい時に後ろ、完璧に後ろ。あ、デモリッションだ。あれどこだ、見たい。あー、あれ、おこれは知ってたぞ。これは知ってたぞ。ほんと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 、かっこ笑い。うわぁ、真っ下入った気がするんだけど。え、なに、デモリッション真っ下に入った気がする。マジで、いや、回り込んでるだけじゃない。でも怖いね。うわうわ、やばい、爆発する。多分下、いや、距離が遠い。あ、オッケーオッケーオッケー。今真っ下だって気がするんだけど。今全然遠かった、ね、
距離遠ければもうね、むしろ胸打って爆発させもいいから。あの方が早いんでしょ。はい、もう何より近くに寄らせないことが大事です。さあデモリッシャー来るか。さあここで一発ロケランぶち込ましておくから。じゃあいた、あ、来た来た、おらー NW。 おーい、よくわかんなかったけど、すげー。どうだった、楽しい。楽しい、すごい。でこの見た目でブロックダメージはないっていう。あ、やる、ちょっと待って、いくぞ。おお、ほら、おお、いいね、すごい。でで正面は言うほど平和だな。うん、多分後ろで対処してるから。よし、たまには火炎瓶だ。えい、秋を離れろ離れろ離れろえい、あーえい、燃えるがいい。うわー、なにー、くそー、マジ3が意外とやばいね。いや、当たってない気がする。いいね、いいね、よし。あー、デモリッシャーいた。いや、あいつ倒しちゃおう。よし、オッケーオッケーオッケー。こんなんだな。うん、警官、あー、ちょっとね、手前、前、正面がね、うん、フェンスっていうか、あれ壊されて、足止めフェンスが壊されて結構前に来るようになってきた。オッケー、マジか。じゃあ俺行く。ああ、じゃあキックだ。俺は後ろ。あと15分。あ、下にデモリッシャー、下でもヘッドショット倒した。ナイス。後ろね、あんまり来なくなった。もう朝になるぞ。出て、なんだてめえ。これは、行ったか。あと4分。うおー、朝だ。デモリッション爆発する。あ、デモリッション。大丈夫大丈夫、爆発した。朝まで攻めてくる。終わったー。いやいやでもね、これから多分こうなる。これから朝まで一緒。ああ、朝まで一緒です。でも朝になったら終わりか、さすがに。残党がまだ、うん、でもそうだね、残党割湧いてる系はね。終わりでーす、クリアー。ふぅ、いや3が意外と嫌だね。ふぅ、でもクリアでございます。お、レベル6のチェーンソー、珍しい。いやー、キックさん、今回はいかがでしたか。今回はね、みんなが一つになった感じがしたよ。例えば、どういうところでそう思いましたか。みんなして僕を攻めてくるところかな確かに、キックさんのエイムについて話し合いましたからね。でも今回は自信を持って敵に弾を当てたという自信が終わりですか。いやでも今回みんなが協力し合ったから朝まで乗り越えられたって感じがしますよね。はあ、いや、やば。オッケー、でも建物の3による建物の被害が割とうざい。ちゃんと直すのも大変だな。ちゃんと直さなきゃ。まあでもそういうもんだから、やっぱ、うん、報道を乗り切るために全力を尽くすんですよ。見て見て、キックン、ほらほら、ん、バトーさん。いや、見えねえ見えねえ見えねえ。え、マジでマジでマジで見えない、全然わかんない。あ、ほんとだ、わかったわかった。ほらほらほら、キックン、ほらキックン、ほら、バトーさん。んいや、そうでもなくない。あと下向くなよ。え、ほらほら、どう、
違うな、うん、どっちかって言ったらスプリンターセルだねやっぱり。それ言ったらアロマの方が罵倒さんじゃないの。うん、いや罵倒さんではないだろうと思う。これ罵倒さんっていうかなんか 別種の生き物だね。そうだ別種これは別種だろ。そうだね、まあ、無事勝利だから。無事 勝利マンは勝利するから。これ全部開けちゃおう。開けてるけど取れねえんだよ、うん、もういらねえアイテム捨ててけ。大体見た、もう見た。皆様 MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。 MSS プロジェクトはニコニコ動画そして YouTube にチャンネルを持っていますのでぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方はですねこちらとか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 そしてですね、概要欄、動画の概要欄にもですねリンクが貼っていると思いますのでぜひそちらの方をご覧ください。よろしくお願いします。確かにデランゲーみたいな。